はい皆様どうも、年末いかがお過ごし？いやー、すっかり暮れも差し迫って、あと1年もすれば年末ですもう。そりゃそうでしょうね。本日は第3回目、スクールバトル。まずは子供の遊び定番、鬼ごっこを。さあ、捕まえに行こうか。鬼1人に、逃げる人は14人。ちょっと鬼さんクリかと思いきやですね。ちょっと1人捕まえるから見ててねみんな。あれ？全然捕まえられない。お、やっとここで一人タッチ。鬼が増えたー。はい、このように捕まえた子は鬼になるので、捕まえれば捕まえるほど鬼がどんどん有利に。制限時間内に全員鬼に帰れば我々の勝利。逆に残り時間0秒。その時点で一人でも逃げ続けている人がいればこちらの負け。ってことで全員鬼に帰るぞー。って思ったらもう制限時間か。残り7秒で鬼7人、8人、厳しいかな？はい、もう無理です、諦めます。ってことで残念ながら、全員捕まえられないままフィニッシュ。ちょっと1人目捕まえるまでに時間かかりすぎたのが痛かったな。さあ気を取り直して再チャレンジ。行くぞー。お、ゴールに追い込んだか？来たー。これは幸先の良いスタート。お、鬼普通で囲む、協力プレイ。でもジャンプで華麗に逃げられた。おしおし、やっと捕まえたぜ。残り時間35秒で、鬼は現在6人。捕まえたのね、7人に。さあさあ、2人追い込んでるぞ。おし、ここで鬼と逃げる人の数逆転。鬼10人、さあ残すは5人よ。おお、一気に残り3人に、って言ってる間に2人。一気にラスト1人に。最後は大量鬼さん追跡で確保。かかったー。それじゃあお次は紙飛行機バトルー。一番飛んだ人が優勝ってことで私から。さあ、初めてなので基準がわからないけど。霊夢、どれぐらい飛ぶかな？行くぜー。落下するの早くないっすか？待ってね、もう一回今度こそ。で、またすぐ落下するんかーい。霊夢さ、飛ばす角度が悪いのでは？え？角度？出ました。霊夢の記録は26メートル。じゃあお次私、カスタマイズ紙飛行機。でさ、マリサ、角度って何のこと？いやだからさ、まず方向決めるじゃん。次に出てくるこれ、角度じゃん。これがこうやって上すぎると。こうやって落下しちゃうってわけ。それ角度だったのかー。パワーメーターだと思ってたー。霊夢、どんまい。だから発射角度を調整すれば。めっちゃ伸びている。そういうことだったのか。いや、今のは良い参考になった。ってことでシャロニャン、マリサの記録85メートル。それじゃあお次、主行くぜ。3、2、1、スタート。あ、マシンは各自パーツを組み合わせて、オリジナルのを作ってるわよ。さあ行けー。お、どうだ？マリサの記録超えるか？ほんの少し超えたー。負けたか。2本目、さらなる記録更新を。どうかな？ほんのちょっとだけ記録伸びた。ってことで主ちゃんの記録、88メートル。ラスト私、ここで勝負が決着。さあ、主の記録を超えられるかな？いけ、スペシャルトヨヒメ号。どうだどうだ？トヨヒメ、まさかの100メートル超え。わーい、なんかめっちゃ飛んだ。もう優勝決定したけど2本目。
うっわ、また大記録、これは完全敗北。ってことで紙飛行機飛ばし対決、優勝は豊姫でした。それじゃあまた次回、お楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。